こんにちは、神崎です。ですね、ものづくり補助金第3陣のお話です。で、何が3番目に届くかっていうとですね、多分こっちだと思います。まあ、順番的にこっちだろうなと思ってます。これ何かっていうとですね、これパンフレットなんだけど、はい、こう分析されたでしょ、川の横にね。で、こうやって、CT とかこういうセファロっていうね装置を分析したこういう写真なんだけども、これを分析するためのソフトです。で、結構ね、正確に分析されるソフトですから、まあこれ類似品がなかなかなくてね、探したんだけど、ということでこういうふうにね、コンピューターで読み込んだ CT とかをこういうふうに ボリュームレンダリングっていうんだけども、こういうふうにね解析していく、 CG にして解析していったりとかしますんで、非常に有効性の高い。ただしこれはね、どっちかっていうと矯正歯科の範疇ですから、なんか僕自身はね、矯正あんま しないしね、やっぱ専門じゃないからちょっと分かりにくいとこ多いんだけども、矯正の専門の先生にこれはちょっと教えてもらわないといけないかなと思ってます、これに関してはね。で、実際にね、この分析こっちでできる範囲、まあ、もちろん僕だけじゃなくてね、この打点打ったりとかね、そういったところね、スタッフに練習してもらわないといけないから、これからね練習することいっぱいあるんですよ、本当に。それが3陣でね来るかなと思ってます。セファローメトリックス A2G っていうねソフトです。で、まあこれがまたね、なんでこんな高いのと思うぐらい高いんですけどねまあしょうがないですけどね、僕も頑張ってね、仕事する上では一生懸命ね、こういうの揃えていかないといけない。今回はいっぱいですよ、実はね。次、この次のね段階の話もね、この次しようかなと思ってますけど、まあ大変素晴らしい措置がいっぱい出てきます、ご期待ください。で、届いたらまだね、今届いたよっていうことで、ご紹介しますんで、少々お待ちください。頑張ってね、僕もやっていきますんで、皆さん期待してってください。もちろんね、練習せんとダメなんでね、練習する前に皆さんに使うってこともなかなかできませんので、練習終わったら皆さんに、使いますよっていうことをお話ししますんでね。それまでは少々お待ちください。それではまた。